DNA 合成の産生物であるニホングサリ、DNA の構造、個々のヌクレオチド単位と結合を示す。DNA 合成は、デオキシリボ核酸分子を自然的、または人工的に化学反応により作り出すことである。DNA は、共有結合と水素結合によって連結されたヌクレオチド単位で、構成された、高分子であり、繰り返し構造を持っている。 DNA 合成は、これらのヌクレオチド単位が一緒に結合して、DNA を形成するときに行われ、人工的にまたは自然に起こすことができる。ヌクレオチド単位は、窒素塩基、ペントース等、およびリン酸元で構成されている。各ユニットは、そのリン酸元と次のヌクレオチドのペントース等との間に共有結合が形成されて結合し、等リン酸骨格を形成する。 ヌクレオチド塩基間に水素結合を形成すると特定の塩基体が自然に生じるため DNA は相互的な日本差構造となっている DNA 合成にはいくつかの異なる定義があるそれは DNA 複製イコール DNA 性合成ボリメラーゼ連鎖反応イコール構想的 DNA 合成または遺伝子合成イコール物理的に人工的な 遺伝子配列を作成することを指す。それぞれの種類の合成は非常に異なるもののいくつかの特徴を共有している。ポリヌクレオチドを形成するために結合されたヌクレオチドは DNA 合成の一つの形態である PCR が起こるための DNA 型として機能する。DNA 複製もまた DNA 型を使用することによって機能し複製中に DNA の二重螺旋が解け、新しいヌクレオチドが水素結合するための不水塩基が露出する。ただし、遺伝子合成では DNA、e、型は必要なく遺伝子は自発的に組み立てられる。DNA 合成はすべての真核生物と原核生物、そして一部のウイルスで行われている。DNA の突然変異を避けるために DNA の正確な合成が重要である。 人では突然変異ががんなどの病気につながる可能性があるため DNA 合成とその生体内での仕組みは数十年にわたって広範囲に研究が行われてきた。将来的にはこれらの研究をもとに DNA 合成に関わる技術を開発しデータ保存に利用することも考えられる。DNA 複製のステップの 外用 DNA 複製とそれに関わる様々な構素自然界において DNA 分子は DNA 複製の過程を通じてすべての生きている細胞によって合成されている。これは通常細胞分裂の一部として行われる。細胞分裂の間に DNA 複製が行われるので各娘細胞はその細胞の遺伝物質の正確なコピーを含む。生体内での DNA 合成は 細胞周期の S 期に強調して作用するように、進化した酵素の複雑な集合体に依存している。深核生物と原核生物の両方で、特定のトポイソメラーゼ、ヘリカーゼ、ジャイレースが2本腐り DNA を解きほどき、核塩基を露出させることで DNA の複製が行われる。これらの酵素は、二体的なタンパク質と一緒に DNA 配列の正確な複製を確実に、 行うための高分子機械を形成する。相互的な塩基体形成が行われ、新しい2本鎖 DNA 分子が形成される。新しい DNA 分子の1本の鎖が親の鎖に由来するため、これは半保存的複製と呼ばれている。新核生物の酵素は DNA 複製を妨げる DNA 損傷に継続的に遭遇する。この損傷は、 自然発生的あるいは DNA 損傷物質によって生じる DNA 損傷の形態をしている。そのため DNA 複製機構は損傷に遭遇した際の崩壊を防ぐために高度に制御されている。DNA 複製システムの制御によりゲノムは1サイクルに1回しか複製されないことが保証される。過剰な複製は DNA 損傷を誘発する。 DNA 複製の制御の低下は、ガン発生時のゲノム不安定性の重要な要因である。このことは、生体内での DNA 合成機構の特異性を浮き彫りにしている。自然界に存在する DNA の複製を人工的に刺激したり、あるいは人工的な遺伝子配列を作成したりするために様々な手段が存在する。しかし、人工的な DNA 合成は、 非常にエラーを起こしやすいプロセスになる可能性がある。DNA 損傷はいくつかの異なる酵素による修復プロセスによって修復され、それぞれのプロセスは特定の種類の損傷を修復することに特化している。人の DNA は複数の自然発生源からの損傷を受けやすく、修復が不十分な場合は病気や早期老化が関わってくる。 ほとんどの DNA 修復プロセスは、修復の中間段階で DNA に1本、さりギャップを形成し、このギャップは修復合成によって充填される。DNA 合成によるギャップ重点を必要とする特定の修復プロセスには、ヌクレオチド除去修復、延期除去修復、ミスマッチ修復、騒動組み換え修復、非騒動末端接合、マイクロホモロジー媒介末端結合などがある。 逆転者は、レトロウイルスを含む、特定のウイルスファミリーにおける複製サイクルの一部で、ある。これには、逆転者酵素を用いて、RNA を日本鎖の双方的 DNA に、コピーすることが含まれる。レトロウイルスでは、ウイルス RNA が、宿主細胞の核に挿入される。そこで、ウイルス逆転者酵素が、 RNA 配列に DNA のクレオチドを付加して CDNA を生成し、この CDNA がインテグラーゼという酵素によって宿主細胞のゲノムに挿入されウイルスタンパク質をコードする PCR の仕組みを模式的に示す。ポリメラーゼ連鎖反応は実験室で行われる酵素的 DNA 合成の一形態であり、DNA 誘拐と酵素的な複製のために 反応の加熱と冷却を繰り返すサイクルを利用している。PCR の実施において DNA 合成は生きている細胞と非常に似ているけれども非常に特殊な主役と条件で行われる。PCR の間 DNA は宿主シャペロンタンパク質から科学的に抽出され加熱されることで DNA 差の熱解りが起こる。元の DNA 差から2本の新しい cdna 差が作られ、これらの鎖は再び分割されて、さらなる pcr 産生物の異形として機能する。元の dna は何度も pcr を繰り返すことで増殖する。元の dna 差の10億以上のコピーを作成することができる。構造や進化の研究など多くの実験では、科学者は特定の dna 配列の変異体の 大規模なライブラリを作成する必要がある。ランダム突然変異誘発は、低中実度 DNA ポリメラーゼによる突然変異誘発複製と、選択的 PCR 増幅を組み合わせて、多数の変異 DNA コピーを生成するときに、試験管内で行われる。RTPCR は、異型 DNA ではなく、メッセンジャー RNA から CDNA を合成するという点で、 従来の PCR とは異なっている。RNA 配列は酵素や逆転者酵素の異型となるため、この技術は逆転者反応と PCR ベースの増幅を組み合わせたものである。RT-PCR は様々な発生段階にある特定の組織や細胞タイプの遺伝子発現を調べたり、遺伝子疾患の検査でよく使用される。遺伝子合成とは、 最初の異型 DNA のサンプルを必要とせずに試験管内で遺伝子を合成するプロセスである。2010年、J. クレイグ・ベンターと彼のチームは完全に合成された DNA を使用してマイコプラズマ・ラボラトリウムと呼ばれる自己複製微生物を初めて作成した。オリゴヌクレオチド合成は拡散の配列の化学合成である。生物学的研究と 生物工学の大半はオリゴヌクレオオチド合成遺伝子、さらには染色体さえも含む合成 DNA を伴っている。今日ではすべての合成 DNA はマービン・エイチ・カルザースによるホスホラミダイトッポーを用いてカスタムビルドされている。オリゴは天然の塩基を複製する基本単位から合成される。このプロセスは年代後半から自動化されており、 初毛の遺伝子配列を形成するためだけでなく、医学や分子生物学の他の用途にも使用することができる。ただし、科学的に配列を作成することは200から300塩基を超えると実用的ではなく、環境的に有害なプロセスである。約200塩基のこれらのオリゴは DNA アセンブリ法を用いて連結することができ、より大きな DNA 分子を作ることができる。 いくつかの研究では、異型を必要としない DNA ポリメラーゼである、末端、レオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼを用いた、酵素合成の可能性が模索されている。しかし、この方法はまだ化学合成ほど、効果的ではなく、市販されていない。人工 DNA 合成の進歩に伴い、DNA データストレージの可能性が模索されている。合成 DNA は、 その極めて高い保存密度と長期安定性により大量のデータを保存するための興味深い選択肢となっている。次世代のシークエンシング技術により DNA から情報を非常に迅速に取り出すことができるが、その際の大きなボトルネックとなっているのが DNA の新機合性である。サイクルごとに追加できるヌクレオチドは一つだけで、各サイクルには数秒かかるため、 全体的な合成には非常に時間がかかり、エラーが発生しやすくなる。しかし、バイオテクノロジーが進歩すれば、合成 DNA はいつかデータストレージに使われるようになるかもしれない。AT や GC と同様に新しい核酸塩基体を合成できることが報告されている。合成ヌクレオチドを用いて遺伝的アルファベットを拡張し、 DNAV の特定の収縮を可能にすることができる。たとえ第3番目の塩基体でさえ DNA が高度できるアミノ酸の数を現在の20個アミノ酸から考えられる限り172個に拡大できる。8文字 DNA は8つのヌクレオチド文字から構成され4つの可能な塩基体を形成する。そのため天然 DNA の2倍の情報密度を持っている。研究では 8文字 DNA から RNA が作られている。この技術で DNA にデータを保存することも可能になる。ありがとうございます。